ルーをベースにしたソースルーは小麦粉をバターで炒めて調理したもの。ルーとも表記される。澱粉がアルファ化し、各種ソースやカレー、シチューなどの料理のとろみを出す。伝統的なフランス料理の基本ソースのうち、ベシャメルソース、ブルーテソース、エスパニョールソースはルーを用いる。バターを鍋で熱して溶かし、小麦粉を加える。小麦粉がバターとまんべんなく混ざるようにかき混ぜ。 熱の通っていない小麦粉がなくなったら、好みの色味がつくまで加熱することで、とろみと香ばしさのついたルーが出来上がる。白いルー、黄色いルー、茶色いルーに分類されている。加熱時間や火力の調節次第で、白に近いものから色の濃いものまで作ることができ、真っ白なホワイトシチュー用のルーから、茶色く焦げるまで炒めるカレーやガンボ用のルーまで、ソースや料理によって使い分けられる。 小麦粉と油、また調味料やペースト状、フレーク状のものがある。これらは前日のハンドメイドで作成するルーに対して、調理材料として商品化していることから、市販ルーと総称される。材料工程焙煎した小麦、食用油脂、調味料とスープを合わせて、加熱水分を飛ばしペースト状になったソースを容器に、入れ石鹸状に成形した固形状のもの、フレーク状にしたもの、 ペースト状のままのものがある。冷却し、パッケージに梱包 AB 工事園大ご飯、バーモントカレー別に調理し混ぜる。製法以外にも、材料を一緒に煮て調理する製法が存在する。ありがとうございます。